乗車券購入は1をチャージは2を履歴印字は3を押してください。 IC カードを入れてください。IC カード残額は400円です。チャージ可能金額は500円、1000円、2000円、3000円、5000円、1万円です。金額を入力し、最後にシャープを押してください。500円です。チャージ金額を入れてください。領収書が必要な場合は1を、不要な場合は2を押してください。ただいま、チャージ中です。チャージ後残額は900円です。IC カードをお取りください。領収書をお取りください。ありがとうございました。